一体どうすればいいんだ。はあ、瀬野先輩がいてくれたら。何かあったのか。あ、ご心配ありがとうございます。お二人は。なるほど。では先輩のお友達ですね。別に秘密というわけではありませんので、せっかくのお気遣いにお答えしてお話ししますね。私の名はナビル、教霊院のマハマトラです。最近缶詰知識の密輸事件が起きているというのに、マハマトラは人手不足で。え、マハマトラって人手不足なのか。ええ、肝心の大マハマトラの瀬野先輩はこのところどこにいらっしゃるのかもわからないし、いきなりこんな規模の事件が起こってしまうと私たちだけで調査するのは厳しいのです。内輪で相談したところ、この密輸事件の深刻さを考慮し、マハマトラ以外の人物にも協力してもらい調査を行うことになりました。お二人とも、もしお時間があるようでしたらどうかご協力いただけないでしょうか。いいぜ、そこまで言われちゃな。最近市場では出所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には完全な密輸ルートが隠されていると我々は推測しています。一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようです。しかし人々はまだそのことを認識していません。また危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。噂の真偽に関わらず、密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません。現在の調べによると、スメールシティの外で缶詰知識を売っている者たちがいるようです。そちらの調査をぜひ依頼したいのですが。わかった、早速出発しようぜ。お前らか。道理で馴染みのある気配を感じたわけだ。今調査中だから話はまた今度な。ああ、ここ最近缶詰知識の密輸事件が起きているんだが、内情は複雑で危険らしい。たまたま情報が入ったからここまで追ってきたんだ。奇遇だな、オイラたちもその件で調査しに来たんだぞ。状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれない。すでに何人かの審判を終えたが、得られた情報はごくわずかだった。話せば長くなるんだが、
缶詰知識を密かに売ってる場所に関する情報が入ってきた。興味があるならついてくるといい。なんだか複雑そうだけど、まあセドもいるし、なんとなく余裕が出てきた気がするな。さ、行こうぜ。悪い奴らを全員逮捕だ。いざ。行こう。これで全部か？前回よりもだいぶ数が減ったな。そんなことはどうでもいい。買うのか買わないのか早くしろ。最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさ。もし気に入ったものがあるんなら早く買っといた方がいい。次いつ入荷するかは誰にもわからんからな。教令院の奴らは一体何を考えてるんだろうな。さて、これとそれを積んでもらおう。あとは、いい物はないみたいだな。普通の知識ばっかりだ。まあ、いい、勘定してくれ。15万ボラだ。金を先にもらうぞ。いや、その必要はない。だが人と貨物は残してもらおう。お前はセノ、くそ、しつこい集め。おい、ブチを捨てて別れて逃げよう。モラも忘れるな。じゃじゃーん、パイモン到着。お前ら逃がさないぞ。仲間？どういうことだ。仲間はいないんじゃなかったのか。まいったな。どっちも手強そうだ。どうにか逃げ出す方法はないか。俺らの負けだ。こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。え、あっさり降参したぞ。前に捕まえた奴らも同じような態度だった。奴らはただの下っ端販売員だから深く関わってるわけじゃないのさ。さて、お前らに聞きたいことは一つだけだ。この缶詰知識、どこから仕入れた？仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで、あとは5日ごとに誰かがブーツを持ってくる。次送ってくるのはいつ？知らんな。本当に知らん。3日前にブツを受け取る予定だったが、荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは、俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとしたとき、俺に仲間がいないと言ったな。どこからの情報だ？商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。気をつけろってな。ま、結局捕まったが。てか、気をつければ回避できるようなことでもねえだろ。とにかくそういうことだ。相手は俺のことを詳しく知ってて、前からずっと姿を隠してきた。外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決できない。もし他のルートがあればいいんだが、例えば缶詰知識を売る大商人とか。ん？
心当たりがあるのか。合わせてくれ。代わりに審判してやろう。審判？それほどの危険人物、当然野放しにするわけにはいかない。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。そうか。この二人のことを何とか片付けて、また情報収集しに行こう。何か新しい情報があれば、キャラバン宿駅で俺を探すがいい。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰知識があれば、速やかに提出しろ。わかってる。し、余計なお世話だ。おい、その態度は何だ？何か？缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。それをあなた方は何が何でも邪魔しようとしてるんだ。こんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは、独占したいからってだけだろ？缶詰知識の潜在的な危険については、すでに教令員から公表があったはずだ。俺は説教を繰り返すのが好きじゃないし、したって、お前は気にもしないだろう。だが、これだけ覚えておけ。お前のこの行為は、次また同じようなことがあれば、個人名義で審判してやろう。じゃあな、旅人、パイモン。俺は先に行く。ただの脅しに決まってる。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。あいつならコネも多いし、何か知ってるかもしれない。いつもは確かアルカサルザライパレスにいるよな。行ってみようぜ。先を諦めて。風を知れ。はっ。
んなことがあったんですの？売られなくてよかったですわ。身の隠し場所に頭を悩ませるところでしたの。そう、私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。え、やめたのか？ええ、近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょ。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入る。このような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ。誰もが必要としているわけではなくとも、スメール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも低い、輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売ですわ。だったらなんで教練員は缶詰知識の販売を禁止するんだ？複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれる。とってもいい話に聞こえますでしょう。けれどこの世に代価も払わずメリットばかりを手に入れられるものなんてあるわけございませんよ。学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。これには潜在的な問題が少なくとも2つありますわ。まずあなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に長きにわたって過量の知識を吸収すれば、思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。え、そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。もちろん少し使うくらいなら問題ありませんわ。だから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。重要なのは使用した回数ですの。あらあら、話が逸れてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。長い目で見れば間違いなくいいことではありませんの。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り、連中の真の目的は缶詰知識を利用して機嫌の庭に関する情報を流すことですの。こちらの方こそ千載一遇の大商売ですわ。機嫌の庭？なんだそれ。伝説によると機嫌の庭はスカーレットキング時代の遺跡で、中の宝物を手にすれば生死の全てを悟ることができるらしいですわ。けれどこれは教練員が明確に禁止している研究ですの。聞いた話では先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には機嫌の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて、市場に溢れている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり機嫌の庭だったのだと推測できましたの。
起源の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには缶詰知識を使うのが一番ですわ。オークションを開いたのはまあおそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。それに必ず起源の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。ならばオークションで起源の庭に関する缶詰知識の値段を上げて、まずは一儲けしておくのも商売として悪くありませんわ。あ、だったら砂漠のオークションに行ってみないか。もしかしたら手がかりが見つかるかもしれないぞ。それがいいですわ。さてそんなお二人にそろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あらららら、先ほど言いましたでしょ、物を売るには事前準備が不可欠ってことを。さあどんな値をつけようかしら。決まり、各旅行パックはたったの50万もら。なんて割のいい取引でしょう。バイモンの旅行パックはさらに 50% オフで、今なら25万もらでお求めいただけますわよ。高大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ。彼につけておきますわ。すべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいましね。バレてしまいますから。かつての強霊院の大マハマトラとしてさすがに払わないなんてことはないでしょう。キラキラしたモラが、私を手前引きしていますわ。うん、早く行こうぜ。このままだとモラがすっからかんになっちゃう気がするぞ。起源の庭の缶詰知識を売ろうとしてるぞ。起源の庭、情報源は聞かないが信頼できるのか。起源の庭にはスカーレットキング時代から残された宝物があると聞いたが、本当か？半分はな。あれはスカーレットキング時代、ある怪しげな教派によって建てられた秘密の場所だ。確かに宝物もあるが、それ以上に未知なる危険が隠されている。これまでの研究資料によれば、起源の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしい。どう考えても普通の遺跡じゃない。だから誰にも研究できないよう教霊院は明確に禁止してるんだ。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば、確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろう。いずれにせよ砂漠に行く価値はあるな。年々減ってはいるが、教霊院や民間にはまだ存在する。何しろ起源の庭の宝物を手に入れれば生死の全てを理解でき、さらには死者を生き返らせることができるという噂があるからな。多くの人にとって生と死は最大の無念となる。
現実離れした噂と知りつつ、それでも幻想を抱き熱狂的に追い求めるんだ。だから起源の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰知識の中の情報がどこから出てきたのかも判断しづらいな。ところでオークションがどこで行われるかは知ってるのか？よし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に俺たちについてる尻尾を片付けないとな。尻尾？ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば奴らも尻尾を出すはずだ。安心しろ、これくらいのこと俺が片付ける。いざ。し、待て、砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。お前らは？俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのは、やめるのならまだ間に合うと俺に伝言を頼んだ誰かがいるということだ。お前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。これ以上詮索すれば、いくら悪名高いお前でも無事に帰れないかもしれないぞ。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが、なぜ自ら災いを招くような真似をする？そうだ、見て見ぬふりなんかできないぞ。なるほどな。だがよく考えてみろ、セノ。お前はただ手柄が欲しいんだろ？もしここで身を引くなら、一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰知識の商売を減らして、お前の調査がかなり効果的だったことを示すとかな。それだけじゃない、利益をお前に分配してもいい。名声を得られる上、金まで手に入るんだ。断る理由は一つもないだろう。お前の話に乗る理由も思いつかないな。これ以上話しても意味はない。さっさと消えろ。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、悩み事は解消して差し上げなければ。お前らがどうしても意地を張るって言うなら、ちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ。依頼されたとなくなるってことさ。逃げ場はないぞ。はっ、せい。風の赴くままに。ふっ、無意味な抵抗。やっ、それ。やっ、た。はっ。よっ。やっ、やっ、た。はっ、よっ。はっ。そこ。降伏しろ。やっ。さばきのイカズチ、火の用心。へい、さき、やっ、やっ、はーっ。
逃げ場はないぞ。この身で残章を祝福する。罪を償うがいい。覚えとけ、セロ。この件に関わり続ければ数えきれないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろう。その時に後悔しても無駄だからな。引くぞ。いや、その必要はない。捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろうし、罠の可能性もある。すまない、お前らまで危険に巻き込んでしまったな。俺と一緒にいるとお前らまで恨まれてしまうかもしれない。しばらくは特に気をつけてくれ。寝るときも目をつむるんじゃない。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうでもないが、とにかく気をつけた方がいい。傭兵団は失敗すると業界での評判が落ちるから執念深いものが多い。面目を保つため暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で、事件が終わったからと気を緩めてしまい、残党の襲撃を受けた。先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心して寝るようになった。そんなことがあったのか。で、その先輩は無事なのか？手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年一身上の都合で一般職に転身され、俺がやってるような外の任務はやらなくなったよ。先輩の名はタージ・ラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。これから接触することもあるだろう。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。俺はもう慣れているが、やはりお前たちが傷つくところは見たくない。安心しろ、オイラは気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。この状況も長くは続かないだろう。ことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよ。目標地まではまだまだある。もうちょっと辛抱してくれ。それに周りの環境からするとここはいい休憩場所とは言えない。分かったよ。それにしてもセノは
暑くないのか。暑いに決まってるだろ。まあもう慣れたかな。何か秘訣でもあるのか。おいらもうダメかも。できるだけ理性を保ったまま気力を維持するんだ。気が緩むと疲れを覚えやすくなってしまうからな。自分の体の限界を脳に判断させずに一歩ずつ歩みを進めるんだ。比較的安全な場所にたどり着いたらまた気を抜いていい。なるほどな。でも安全な場所ってどこだ？ここは結構安全に思えるんだけど。だってほら、砂漠が果てしなく続いてるだけで近くに魔物もいないし。うわー、サソリだ。毒を持ってそうだけど一体どこから来たんだ。気をつけろ、様子がおかしい。風の行く先を。よし、そこ。まさかサソリが出るなんて。普通のサソリじゃない。見ろ、ハサミに番号がある。これは飼育されてる。俺たちがオークションに行くことを望まない者がいる。連中はこいつを使って邪魔しようとしてるんだ。見渡す限りの砂漠、俺たちがやられても知る者はいない。危なすぎだろ。油断してなくてよかったぜ。でも一つ気になることがある。砂漠には固定のルートがあるわけじゃないのに、奴らは俺たちが来るのをどうやって。動くな。やっぱりか。奴らはこれをお前につけてたんだ。なんだそれ。妙老派が作った小型トラッカーだよ。装着者のおおよその位置がわかる。装置の量産は許可されてないはずだが、どこで手に入れたんだ。まさか妙論派の学者までが片棒を担いでるのか。おかしい。そんなものまであるのか。でもなんでこいつについてたんだ。おそらく傭兵と揉めた時につけられてたんだろう。あの時は混沌としてたからな。無理もないよ。セノが気づいてくれてよかったな。それじゃさっさとそれを捨てちゃおうぜ。いや、もう少しつけたままにしておこう。後で役に立つかもしれない。さてオークションに行こうか。ここで時間を食いすぎるとまた別の危険が生じるかもしれない。行こう。いざ。またこいつらか。どれだけいるんだよ。風を知れ。見切りました。タッチ。せい。場所で間違いないよな。もしかして
ちょうど休憩の時間だったか。傭兵を倒した後、俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。誰かから報告が行くことを恐れたからだ。それでも逃げられてしまうとは。おそらく奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し、事前に撤退したんだろう。それじゃあどうすればいいんだ。探す。缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ。残った中から手がかりが見つかるかもしれない。それじゃ気合を入れて探そうぜ。何か分かったか。特に。起源の庭に関する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない。撤退するときに全部持っていったんだろう。だが心配はいらない。もう一つ方法がある。お前らは来た道を戻り、俺はここに隠れる。しばらくしたらまたここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。このままずっと放置するなんてことはありえない。俺たちが離れたのを確認したら必ず片付けに来る奴がいるはずだ。だからトラッカーをできるだけここから離して、もうここが安全だと誤認させるんだ。なるほど。オイラたちをおとりに奴らをおびき出す作戦だな。よし、早速出発するから、ここはお前に任せたぞ。安心しろ。もし奴らに来る勇気があれば、必ず引き止めておく。収穫があるといいな。
さっき現れた時、俺は先手を打たずしばらく観察していた。こいつは黒幕じゃないが、ある程度重要な商人のはずだ。そうだろ？さすがは瀬野、察しがいいな。はあ、君がいると分かっていれば目先の利益はむさぼらなかった。利益をむさぼる？どういう意味だ？君たちが来ると知って、各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した。全ての貨物を持っていく余裕はなかったんだ。それらの缶詰知識は元より主なきもの、つまり誰よりも早く持って帰れば大儲けできる。まあ今さら言っても無駄だがな。お前は缶詰知識の製作販売をしている黒幕を知ってるな。俺の手を借りるか自分で吐くか決めてもらおう。自分で言うよ。でもその前に場所を変えてくれないか。ここに残って君たちと接触しているところを誰かに見られたら、俺だけでなく身内を危険にさらすことになる。どこならいい？アール村に俺の家がある。そこなら安全だ。いいだろう旅人、もうトラッカーを外しても大丈夫だ。では行こうか。おい、小賢しい真似はするなよ。俺を買いかぶりすぎなよ。あの瀬野、ひゅっ、しっ、この子は俺の娘で、市民というんだ。少々人見知りでね。市民、パパはお客さんたちと話があるんだ。いい子だから自分で遊んでいなさい。ま、わかった。さて、この業界で瀬野の名を知らない者はいない。で、お二人は？正直、単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思っても見なかったよ。だからトラッカーが離れたのを見て、セノが何も手に入れず帰ったと確信したんだ。だが、たとえ囚われの身でも俺は君たちを説得したい。調査はここまでだ。これ以上深掘りしない方がいい。なぜだ？制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から百人単位の者が関わっている。みんな高い利益を得るために集まってきたんだ。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために、誰もが全力を尽くすだろう。いくら君でも必ず壁にぶつかる。それにもし成功したとしても、君に感謝する人は誰一人いない。君自身も悲しむことになるだろう。何のためにそこまで一生懸命やったのかと。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。はあ、パパ、これお茶、お客さんなの？ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫。そのうちのお茶は苦いでしょ。だからパパからもらったキャンディーを入れたの。少しは飲みやすくなるかも。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。は
するね。関わる人は高い利益を得る、そう言ったな。だがとてもそうは見えない。実は個人的なお願いがあって、それを君たちに相談したかったんだ。娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね、ちょっと激しい運動をしただけで意識を失い、命に危険が及ぶんだ。だからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった。一日中部屋に閉じこもって、かかり続ける薬代の負担もなかなかのものさ。俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然足りなかった。日に日に弱っていくあの子を、ただ見ていることしかできなかった。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ。元気になっていく姿を見て、俺は誰よりも幸せだと思った。俺のようなものは他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが、俺たちにとっては生きるための手段なんだ。こんな話をしたのは、ただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ、瀬野様。どうか俺たちに生きる道を残してくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したら、それでも俺は真相を突き止めなきゃならない。あの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。それとこれとは話が別だ。そう言うだろうと思ってた。だが君の言葉をもらっただけでもう十分だ。どうしても調べたいのなら家の奥を探してくれていい。つい最近仕入れた貨物が置いてある。それを見ればわかるだろう。これだけの箱が整然と並んでいるとはな。しかもたった一人の商人の拠点に過ぎないのに、この数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が。いや、これほど大量の貨物が市場に流されているのに審査しないはずがない。ここら辺の缶詰知識、なんだか違うぞ。もしかして、これが起源の庭を記録した缶詰知識なのか？ああ、おそらくそうだ。待て、これは？これは、マハマトラの検閲用の印象だ。この印があれば、貨物が検査を通過したという証になる。トラッカーを見つけた時、強霊院の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を強霊院から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも強霊院の出入りが自由になる。ふん。だから深掘りさせたくなかったんだな。なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は強霊院から出たものだ。起源の庭に関する知識は強霊院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に強霊院は行けない。警戒させるだけだからな。この件、お前に調査を頼めないか。ナビルに手紙を書いて資料室まで案内させる。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。
黒幕の手がかりは強霊院を指しているが、明らかに強霊院以外の勢力が関わってる。バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから、何か見つけたらいつでもここに帰ってきてくれ。